皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのデッドフォールに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2023年5月2日に発売された吸血鬼だらけの島が舞台のオープンワールド型の FPS アクションゲームのようです。今回は関係者の方にゲームを提供してもらったんですが、ご覧の通り日本語にも公式で対応しているようなので、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、じゃあやってきましょうか。ヒーロー作成、いろいろアビリティが違う感じなのか。なるほどですね。せっかくだからアフロキャラにしようかな。傘を召喚し敵と味方からの銃撃を防ぐ。味方のフレンドリーファイヤーがあるの？吸血鬼になってしまった元彼のジェイソンに助けを求める。なんでいいですね。元彼を召喚できるんだ。召喚なのかよくわかんないけど。学生ローンに悩む学生。どういうこと？もういいや。このキャラでいきましょうか。なるほど。とりあえず今ストーリー流れてたんですけど、やっぱり島全体にもう吸血鬼だらけってこと？最初から吸血鬼がいたんですかね。ああ、もうなんか血吸ってません？それ。吸血鬼ってことは太陽の光に弱い感じなのかな。あ、血吸ってる。あ、それも吸血鬼なんだ。結構がっつり吸ってますね。爪がすごいな。あ、そうか、吸血鬼だから超能力みたいのも使うのか。あの方が来る。直々にご覧になるつもりだ。ボスみたいのがいいのか。いや、爪がすごいな。なんか光ってるぞ。これが吸血鬼のボスみたいな感じなのか。私からは逃げられ。はあ。不可能だ。お前たちは我々のものだ。生きろ。お前たちには使い道があるから。はあ。太陽の光か。やっぱ太陽の光には弱いんですね。もう二度と太陽は昇らない。あれ。太陽を封じられちゃうの？日が沈む前に。岸に上がった。なるほど。フェリーから脱出。これどういう状態？この島を出たいのは山々だけど、まだダメ。その前になんか波が固まってるけど。頑張れ私。なんだそれ。船長もここから連れ出してくれるはずだったのに。それどころじゃないですね。大学卒業どころじゃない気もするけど、武器はまだ何を持ってないですよね。このフェリーで吸血鬼だらけの島から抜け出そうとしたのか。ただなんか海が固まってますよね。医療品の棚3つ分。みんなこれ吸血鬼に血吸われちゃったのか。スムージー、ご飯ですよね。これ、こうなるって分かってたよ。どういうこと？弁護士の手紙。なんか武器あったな。ハンドガン。ハンドガンありますね。したくはないけど。うん。撃たなきゃいけなくなるかもね。右クリックでエイムができて、リロードもできて、普通の感じですよね。F で近接もできんだ。あ、こっち側かな？なるほど。おー、なんだこれ。みんなで脱出できると思ったんだけどな。映画みたいにうまくいかなかったね。車の後ろとか行けんの？
この海はどうなっちゃってんだこれ。ここに入ってるかな。なんかいろいろ物資は手に入りますね。まあいいや。おーおーおー、なんだこれ。あれどうなってんの。すごい状態ですね。マジで水が壁になってる。じゃあもう、あ、その船も固まってんだな。そこまたドアがあるけど、あ、これ中、はい、あ、奥側に行けんのか。まだいろいろありそう。あー、またハンドガンありましたね。これってタブとかで、なるほど。ステータスも、これは一緒か。お、でも見た目がちょっと違うな。こっちの方がなんか狙いやすそう。ハンドガンの弾薬も取っときましょうか。ああ、いろいろある。結構アイテム取れるな。ああ、フレアがありますね。吸血鬼には効きそう。ああ、これで F で割ればいいの？あ。あ、いた。ただまだ吸血鬼、太陽の光苦手だろうから出てこないですね。あ？あ？あ？あ、日食が起きた？もうダメなのか。じゃあちょっとこの上行ってみましょうか。なんかありそうなんだよな。あー、これさっきのところ行けるだけか。じゃあ進んでみましょうか。これで太陽の光が封じられたってことなんですね。いや、すごいな。とんでもないことになってるけど。あ、魚がピクピクしてる。サーモンかな。これはまた突然波動き出しそうですね。あー、ここら辺も海だったのか。どうなってんのこれ。なかなかすごい状況になってる。あー、これ漁船か。動かない。もう吸血鬼そこら辺にいんのかな。レッドフォール海岸。ああ、くそ、ああ、こいつらはまずい。はあ、しゃがめばいいの。隠れて切り抜けられそうだ。急で救急箱を使えるのか。ああ、いますね。撃ってたぞ今。はあ、バレてはないんですよね。お前の子、何をすればいいか分かってるな。あれは吸血鬼なのか。いやー、それ何、血が吹き出してんの。なんか騒ぎまくってんな吸血鬼が。あー、なんかあるぞ。ケーブル、クラフトもできんの。あ、ロックピックとかありますね。これはどうなっちゃってんの。血の海になってますね。ここら辺もまだなんかありそうだけど。マップとか、あ、M でマップありますね。はいはいはい。あ、今ここか。とりあえず、レッドホールの海岸まで行けばいいのか。いや、かなり不気味な感じですね。その波がすごいな。なんか、鳴ったぞ。ハテナになってる。あ？あー、いますね。なんか、震えてるけど。それやっちゃってもいいのかな。ブルブルしてるけど、それバレてないの。ホローマンのカルティスト、後ろから撃ってばいいのかな。
あ、何人かいますね。それ撃ってみましょうか。あ、一撃でやった。来る来る来る。いった、結構一撃でかいな。やった。寄ってこない。急で回復。どういうこと。それで、あー、医療物資が取れますね。これ何個までいけんだろう。相手の今のショットガンみたいな取れないの。こんなもんか。あー、もう最大なんですね。1個使っちゃおう。楽になったよ。まだ特殊能力みたいのは使えないのかな。もっと弾薬欲しいですね。いやー、何それ。カラスが死体でもあんのか。この先がまず最初のポイントかな。あー、なるほど、こっから入れる感じか。はい、はあ、あ、ハンドガン弾ある。はあ、彼らが望むのは生き地だけだ。こいつを見てみろ。いる。やりましょうか。殺してやる。オッケー。ヘッドショット強いですね。ハンドガンでもほぼ一撃で倒せんな。はい、死んでる。これ吸血鬼なんですよね、この人たちは。もう元からなのか何なのか分かんないけど。あー、あ、アサルトライフル持ってないの。なんかすごいけどこれ。頭がなんか動いてますね。カクカクしてるけど大丈夫。これは吸血鬼なんですよね。ハンドガン、やっぱ武器はまだゲットしてないんだな。あー、スキルはまだ使えないんですね。とりあえず行きましょうか。結構バンバン倒せるんで。次どこ行けばいいんだ。お、次の目標、消防署とか書いてあったけど、どこなんだろう。このまま行ってみましょうか。消防署のカルティストを一掃する。もうすぐだよ。これか、消防署。カルティストってなんだ。それが吸血鬼のこと。あー、カルティスト、それとも吸血鬼の信者か。うん、ホローマン、ここか。あー、ルートは様々。正面がレジから侵入、屋根に登り上から侵入、裏口ドアをピッキングで開ける。あー、ピッキングやってみましょうか。さっき拾いましたよね、1個。いろんなとこから侵入できると。ここら辺かな。敵多そうですね。本当に一服したい。はあ、あそこいますね。一発撃つか。ヘッドショット OK。 あんま発砲音は聞こえてないのかな。そこにバッグがある。スナイパーライフル。弾薬か。アサルトライフルの弾薬とかは手に入ってるんですけどね。あ、ここから使えるのか。開けられるのかな。あー、これはそのままいい長押しで開けないの。おお、開いた。入ってきましょうか。ん？なんか音がするな。消防署内ですね。地下もある？ないないない。不気味なんですけど。地下から行ってみるか。これライトで気づかれるのかな？あ、なんかいますね、そこ。
結構強そうだなそいつ。はあ、あー初めての、あこれ前吸血鬼じゃなかったんだ。杭のついた武器が必要。深手を負った吸血鬼に突き矢でき、その際に接近して F で心臓に杭を打つ。あー普通にやるだけじゃ倒せないんだ。あそこにあるのか。あショットガンあるじゃないですか。ちょっと待って、ショットガンにしたい。これ杭打てんの？弾がそんなにないぞ。杭のついた武器これなのかな。 F でやるんですよね。どんな感じ。あーいますね。行きましょうか。はっ、あー瞬間移動すんのか。なるほど、今前のやっぱ、あいなくなった。いいねいいねいいね。あー危ない危ない、あー危ない。 F 杭、あーこれについてる銃剣みたいのが杭なのか。やりましたね。なるほど、今まで倒してたのは普通の人間だったのか。あーアンブレラがアンロックされた。 Z でシールド展開。ああ電源をオンにする。明るくなった。これで次に進める。なるほど、あショットガンの弾薬ありますね。よしよし、じゃあこれはあれですね、吸血鬼用に残した方がいいのか。で Z ちょっと使ってみましょうか一回。あーこんな感じで、ただこの間こっち側も何もできないってことですよねサポートキャラ、このキャラ、そういうことか。他プレイヤーと協力するときには使えそうだけど、一人だと微妙だな。上上がってみるか。あー聞こえてきましたね。いますね敵。やりましょうか。出てこい。そうすれば。OK。二人だけ？はい。意外とショットガンの弾も、まあでもまだ19発か。はい。人どもはもういなくなったの？うん。みんなもう安全だよ。あ、ミッション完了ですね。お。ああ、生存者か。で、この消防署が、あ、生存者ですよね。すみません。今日はぼーっとしてて。どういうこと？ここが、セーフゾーン、セーフハウスになったってことか。手が必要な人はいるからね。医療品がここで補充できるのか。彼らはすぐに病院に。ああ、お金がかかるんだ。計画していたかのように。エヴァ牧師と話すのか。この人がここのリーダーなのかな。あんたがレイラね。私がこの辺りのまとめ役をしてる。ああ、やっぱリーダーなんですね。送って物資を探してもらったり、外の人を避難させたりね。うーん。時々彼らが役に立つ物資を持ち帰ってくれるわ。そこのトランクをたまにはチェックしてみて。あ、落とし物。余った物資が入っているから好きに使ってちょうだい。ああ、これさっき拾いましたよね。ロックピック結構お金かかるんだな。ほぼ今の全額だ。まあ、武器効果。これからよろしくね。うん。また。これか。ありますね。ああ、これいいじゃないですか。ちょっとレアリティが高い。改良型セミオートショットガン1500なんだ。グリムタイド。あ、これ、これ、なんかすごい強いのがあるんですけど、え、なんだこれ。あ、これ持ってるじゃないですか、なんか強いの。折りたたみ式ショットガン。これ、最高、レジェンダリーってこと？アップグレードパックのやつか。なんかありますね、いい武器が。これだけで良さそうだな、しばらくは。スキルじゃなくて、あ、ここら辺もいろいろあるわけですね。なるほど。
R でカスタマイズですね。おお、やっぱ元からかっこいいですよね。この武器で敵を倒すと、この武器のダメージの8秒、ダメージが8秒間 20% 上昇。リロード速度 20%。移動中の射撃精度 50% プラス。まあ、レアリティ高い武器をバンバン集めれば良さそうですよね。あー、スキンがここで選べると。なるほど、なるほど。レーザービーム。赤い、あれにできるんだ。これ自体は特にコストはかからないの？お、戦闘服マスク。お？あ、いいですね。一応アフロマスクっぽい感じになってきた。こんな感じにした。衣装もいくつかある。これがアップグレード版のあれか。魅惑。はあ。あ、戦闘服セットがある。あ、これいいじゃないですか。結構いろんなスキンがあるんだな。バンディットスタイルですね。これでいっか。で、2階のブリーフィングルームへ行けと。これでクエストを受ける感じか。一石二鳥きた。物資集めですね。じゃあ、分かってることをまとめよう。一つ、私はレイ。基本ずっと夜なのか。二つ、レッドフォールは吸血鬼でいっぱい。とりあえず物資集めってことですね。物資を集めるミッションやると。いやー、天気はこんな感じなんだろうな、ずっと。あー、ヘリが飛んでる。ちょっと待って。ここにピンを打って。あー、出てきた。あ、ヘリ墜落したんじゃないですか、それ。うわ、やば。だけど、生き残った人がいるかもしれない。はあ、墜落現場へ行く。これも行ってみるか。こっちの方が近いか。私の元へ来い。なんかずっと騒いでんな。力にしてやろう。もうここら辺から物資もあんのか。私がお前たちを空から引きずり下ろしたのだ。はあ。それってなんだかホラー映画のセリフみたい。私はでも、うん、ホローマン。私も同感だよ。ほう。抜け道がある。まあ、いろんなルートから行けるってことですよね。まだ今、ショットガンとハンドガンしかないから、中距離、遠距離戦がちょっと、大変ですよね。これなんか使えんの？バッテリー。爆発させられんのかな？ああ、これも爆発しそうですね。いますね。やるか。オッケー。アンブレラ。おーおーおー、いいですね。この時無敵なんですよね。衝撃波 Z で返すと。あー、あんま効いてないな。オッケー。まあまあまあいいんじゃないですか。これ弾の補充はどういう感じなの？対人に対してはこのアンブレラいいかもしれない。反撃も一応できるんで、徐々に近づいてやればいいですよね。あー、なんかいろいろあんな。あ、ここら辺も全部取れるんだ。あ？はあ。UV ビーム弾薬。吸血鬼に効きそう。あ、ショットガンの弾ありがたい。いや、ショットガンほんと温存しときたいですね。意外と相手が人だったら正面突破でもいけそうな気がしてきたな。近距離戦でアンブレラ意外と早く回復するんで。ああ、来た。ああ、吸血鬼2体。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい。あー、早っ、早い。やばいやばいやばい。うー、よし、スイ、これでスイ。こんな感じでやればいいのか。はい、になりましたね。はい、回復しとくか。